私は今、二度目の人生を生きている。周りの人たちすべてを不幸にした一度目の人生。積み重ねた罪を償うため、私は医者になった。できるだけ多くの命を救う。それが私のすべきことだと信じて。私、こんなところで死ぬの。私、またエリーゼの体に戻ったの。私と皇太子様との婚約を、なかったことにしていただけないでしょうか。医者になりたいのです。私は絶対に諦めません。必ず医者になってみせます。婚約を望んでいないと誰が言った？じゃあ君は一人で処置したというのか？どのように医術を学んできた？私はこの人生が終わるその時まで、可能な限りの命を救いたいのです。